少し信じられないかもしれないけど、大崩壊が訪れる前はこの老宮は世界でも上位に食い込むような大都会だったんだよ。琥珀街しか話のネタにならない今とは大違いだ。つまりその大崩壊の結果の一つが影なの？ああ、そういうわけでもないよ。むしろその逆かな？みんな、ついてきて！ほら、見える？正式名称は文野庭園七星月。あ、名前に騙されないで。実際はただの釘でしかないんだ。みんなも七釘って呼ぶようにしてる。釘？あ、影を固定するために？そう言っても間違いじゃないね。でももっと重要なのは、こっちも影の力を利用して世界を固定したってこと。うちが話した大崩壊の話を覚えてる？あれはもう100年以上前のことなんだ。わかりやすく言うと、一夜で知ってる世界のすべてが無限法要と化したの。でも法要なら、おのずと泡が多いところと影が多いところがある。ここまで言えばもうわかると思うけど、そう。影の部分が他のところより多いなら、それを存分に利用してみんなの生活を守らなきゃ。すなわち、運命を変える。つまり、一体どういうこと？ん？言っただろ？大崩壊が世界を滅ぼそうとしたけど、うちら、つまり老朽の住人はそれを認めなかった。だから影の力を使って運命を変えたんだ。そう言われても、この世界の泡がどうなってるのかわからないよ。あ、ここって、世界の泡だよね。ん？わかった。あんたは学生だね。うちら琥珀街の人間は100年も閉じ込められてるけど、昔の世界がどんな感じだったか少しは覚えてるよ。昔は学生という奴らがいたんだろ？毎日学校という場所に行って、いろんな先生に質問して答えを得る。そういう奴らは根掘り葉掘り聞くのが好きで、例えば、なぜ1年は18ヶ月あるのか、なぜ1ヶ月は37日もあるのか、38日もある月はどうなってるのか、なぜ時計は右回りで左回りじゃないのか、そんな質問は数えきれやしない。そう考えると夢追い人は本当に質問好きだよね。じゃあ小雀先生、さっきの運命を変えるっていう言葉の意味を説明してもらえる？言ったじゃないか。大崩壊に対抗するためだって。あれはあらゆるものを消す大災害だけど、幸い、こっちの影は無中生有が一番得意だから。いや、厳密に言うとそうでもないけど、あんたたちは影と器の関係を知らないみたいだし。ふむ。百聞は一見にしかずって言うし。助けて！死ぬのは怖い！よくやった！さあ、夢追い人。どこで拾ったのかはわからないけど、少し借りるよ。老朽カンカン、影それこれを聞け。救急如立寮。信
冒険が待ってるのかな。どう？ちょっとは強くなった気がしない？なったというか、なってないというか。きっとなってるよ。何しろ、老朽での生活のあらゆる面は、この影たちと関係があるからね。具体的に説明すると結構複雑だから。そうだね。物には時節って言うだろ？ちょっと待ってて。今日は回収の日だから。回収？回収？回収だってば。でも、確かに言葉遊びの要素も含まれてる。さっきも言ったけど、老朽では何事も等価交換が重要。回収というのは、その影たちと取引する方法なんだ。影と取引？人間みたいに交流できるの？まあ。今言ったように、百聞は一見にしかず。当てずっぽうに推測するのはやめよ。でも、合に言っては合に従うつもりなら問題ないよ。物は大きい方がいいと言うし、友達も多い方がいいに決まってる。え？本当にそんな話があるの？さあね。とにかくうちの師匠、彼はいつもそう言ってたよ。って違う違う、口を挟まないで。うちが言いたかったのは、老朽が今も海底遺跡になってないのは、その釘たちのおかげってこと。だから日常のお手入れはとても重要な仕事なんだ。海底遺跡。データの海のこと？知ってる？文野庭園七星月はその名の通り、全部で7つもある。100年以上経ってるけど、うちは毎日見て回って、必要だって気づいたら、宝器を召喚してお手入れするようにしてるんだ。でも、偶然と言うべきかな。よそ者のあんたがここに来て、すぐに大当たりくじを引くとは。さっきあんたから借りたもののことだよ。久しぶりだね、古木とも。今回あんたは新しい仲間と一緒にいることになる。これは、貴重なものなの？そうでもないよ。宝器というより、泣き殻って言った方が正しいかな。数十年前にはうちの仲間として、みんなのために世界のあちこちの手入れを手伝ってくれた。そのせいで、エネルギーが尽きたんだけど。だから、うちはこいつを影に埋めたんだ。いつか生き返って、またうちらと一緒に仕事をするんじゃないかって、心のどこかで期待してた。それなら、あなたに返した方がいいんじゃないかな。ん？だって、あなたにとって大切な仲間なんだよね。違うの？いや、大切だけど、似たようなものを数百個も見てきたんだ。一番使いやすいものは今も使ってる。今日はたまたま持ち歩いてないだけだよ。それに、あんたたちは縁があって自分のものとして手に入れたんだ。その時から老朽には守護者が二人もいるってことになる。それはいいことだろ？待って、結局のところ、あなたの代わりに働いてほしいってこと？人聞き悪いな。働いた分だけ収穫がある。それに、こっちは等価交換にこだわる老朽だよ。さあ、報酬を並べ立ててあげるから、後で自分で確認してみて。ナディア、ターゲットに。どう？何年もこういう仕事をしてたら、やっぱり少し大変だろう。は？
半年だけならまだ大丈夫かも。でも1年以上ならきっとやめたくなると思う。うちは100年もこなしてきたんだ。みんなついてきて。一緒に戦おう相棒。お待たせ。セナ、ビビビビビビビ、マッチタイム。いくよ。張り切って出発。いくよ。セナディア、ターゲットに接近中。あれ、この先に何かあるみたい。じゃあ飛ぶよ。ああ飛べ。きっと粉々になって醜い死に様を見せるだろうな。それはねえ、彼らは夢追い人、この距離でキャッチできる？ああ相手にしなくていいから。何を言ってるの、そんなわけにはいかないでしょ。言うことを聞いて。うちらが手を貸したら、むしろ彼らの金儲けの邪魔をすることになる。もしかしたらあそこから落とされるのはうちらになるかもしれないよ。ほら見て、これで十分だよね。ああ、少なくとも次の回収までは大丈夫だろうな。ほら言っただろ、よそ者にとっては変わってるのかもしれないけど、これは老朽の純朴な風習と言えるかな。ねえ、一体どういうこと。さすがにみんながユニークな趣味を持ってるってだけじゃ説明できないと思うんだけど。まさか。今あんたが見たのは彼らの生き方だよ。人が必死に生きようとしてるとき、それはいつもおかしくて追い詰められてるように見える。そんなの普通じゃない？影がない場所だってきっと同じだろ？うん、私はあまり経験がないけど、なんとなく悲しい話だってわかるよ。夢追い人、あなたの故郷もこんな感じで生計を立ててるの？自分の好きじゃないことや怯えることをしなければならないとか？どうかな。一応大賀市には市民福祉制度があるけど、もちろん欲しいものが全部手に入るってほどじゃないよ。でも話を戻すと、さっきの二人は死に急いでるように見えたよ。ああそれはうちが悪かった。ちょっともったいぶっちゃったね。前にも話したけど、影が一番得意としてるのは無中生有なんだ。うちらみたいにここで暮らす人たちはよく影と等価交換する。無中生有と等価交換。あ、つまりあなたたちも無中生有のやり方じゃないとダメってこと？おや、頭の回転が早いね。うちがいつかやっていけなくなったら、あんたと一緒に大道芸をやろうかな。でも等価交換するなら、あなたたちは何を取引に使うの？さっきの二人は何もしてないから何も得られないんじゃない？うん、でも彼らは怯えてた。それって何の説明になるの？とてもシンプルだよ。影との取引に使うのは彼らの恐怖。そうだよね。その通り。それって一体どういう理屈？データの海は今日実にすることができるけど、人の欲求に完全に従うだなんてありえないし。それにどうして影は恐怖を必要としてるの？それは
うちもどう説明していいかわからない。火を起こせば料理ができるって誰もが知ってるけど、火が何なのかは説明できないだろ。確かに、すべての炎がプラズマっていうわけじゃない。この世界特有の法則みたいだね。初耳だよ。データの海に対する私の理解はやっぱりまだまだ足りないみたい。常識外れだから私にとっては理解しやすいけど、よく考えたらめちゃくちゃ地獄絵図だね。生きていたければずっと怯え続けなきゃダメなの？まあ昔と一緒だろ。大崩壊がまだ訪れていなくて、老朽もまだ切り取られていなかった時代は、そう簡単に何でも手に入るわけじゃなかった。人以上に苦労してこそ人の上に立つことができるというし、時々怯えるくらいでいい生活ができるならみんなにとっては公平なんじゃないかな。うちは楽に手に入れられる方がいいと思ってるけどね。切り取られた、老朽、おかしい。いつ聞いても聞き覚えがある気がする。一体どこで。そうだ、私の記憶が正しければ、あなたは確か前回よそ者に会ったのは100年以上も前のことだって言ったよね。もしかしてあなたはもう数百歳ってこと？別にそこは主張したかったわけじゃない。16歳でもいいけどね。そんなに適当なの？まあその聞き方が悪いんだよ。女の人はみんなそうだろ。千年生きてたとしても今は16歳だ。急にそんな話をしてどうしたの？もうとっくに慣れてると思ったのに。ということは、まさか私は人間が老いや病を克服した世界にやってきたの？そういうわけでもない。というか、うちに出会えてあんたは本当についてるよ。今のうちは強そうには見えないだろうけど、この小さな世界では一応珍しい存在なんだ。もちろんうちの恐怖の底が彼らよりずっと深いだけだとも言えるけど。ああ、話がそれたね。この先が琥珀街だ。こんな荒れ果てたところに長くいる必要はない。どう？目的地まで一気に進む？